商店街行ってみようか。おそ、何これ、高級生パン専門店。テニスさん100円ちょっとあの買おうと思ったんですけど、おい、やめろ、やめて、ちょっとやめてよ、ちょっとあの携帯決算できなかったんでちょっと待ってください、ちょっとやめてよ、返してよ、返して、いや返して、あ、まあ、返してだけど、いやダメ、恥ずかしいよこれ、恥ずかしいって、返して、この髪型恥ずかしいって、ちょっと貸してて、いや返して、いや返してよ、そのまま、いや恥ずかしいよこの髪型、髪型、あ、こっち行ってみよう、返してはそうだけど、あ、ちょっと待って、朗報だよ、ミス福娘50万もらえるって、つけろくちゃん、福娘選ばれたら50万もらえる、やる、え、ワンチャンあるよ、何これ、ワンチャンあるよ、なんだこれ、ここなの、一人1万円で1万1000円分の買い物ができるって、どういうこと、1000円得だって、こんなのある、プレミアム、あ、これがプレミアム商品券、そういうこと、あ、知ってる、これ話題の台湾カステラ、食ってみたい、結構すんな、たこ、これうまいの、みんなうまいのって店の前で言ってたら出るけど、チーズカステラとかある、生クリームカステラ、ノーマル、プレーン、食ってみる、半分こしべる、ちょっと持ってて、あ、プレーン一つ、うわ甘い匂いだ、いや違いますよ、あ、ダメちゃん、何の話、ごめんね、なんかリスナーが、しまーす、リスナーが変な鳩言っちゃって、え、何の話、いやいや、俺が送り込んだこと、美味しいとこありますか、はい、いいです、俺が送り込んだこと、台湾カステラちょっと食ってみようか、これ、でかくない、ちょっと開けてくれる、 でかくない、でかいよ、だって700円だよ、700円だよこれ、700円、でかい、うわ、これそんな食べ歩きで食うもんじゃないんじゃないこれ高級なんじゃない、700円だよ、700円だよ、うまそうだけど、台湾カステラちょっと食べ、どうやって食うのこれ、でかすぎて、ちぎって食え、汚いけど、あ、冷めてんだけど、あ、ごめんごめん、飛んでた、じゃあちょっといただい、ちょっと食ってみたいと思います、台湾カステラ、あ、微妙な反応だけど、あ、うまい、食べてみて、残ったら持って帰ろう、これ食えねえよ全部、どう、
まあうまいっちゃうまいね。これ700円だから、ふわ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 する。うん、台湾で流行ってるカステラ、ちょこれ持って帰ろう。もう、そうだね、お腹いっぱいになっちゃうわ。これ持って帰りな。ん、え、ご飯食べかけよう。家族で、ね、ご飯食べかけよう。お土産でな。いや、おかしいだろ。どうやってしまうの。しまうの。持ってて。700円したよこれ。高級だよマジで。カステラ700円なんて俺初めてだよ。高級カステラ。スケヨクちゃん今日お忙しいですか。どういうことですか。どういうことですか。元気か。今は元気だけど、こっち何もないよな、多分。お昼食べてないとお腹空いた。一緒にミシュラン行きませんかだって。予算とデートじゃないの。予算と行くんじゃないの。あ、なんかあるかこっちも。なんで川谷っていうの。すげえ、味自慢七味唐辛子。わざわざでもデートで割って入るのはあれだよ、うん、邪魔しちゃう。いや今日寒いよね、今日寒いよ。あ、ベンちゃんの好きそうなお店がある。なにこれ。チング。あ、韓国料理なんだ。母国の味だね。韓国料理。いや母国じゃないよ。あ、でも豚足なそう。豚足。豚足好きなんだよ俺。豚足うまそうじゃない。ありますよ。ね。切ってあるやつ。あ、ちょっとまた後で来ます。豚足好きだからね。あ、コロッケとかするわ。お、食べ歩きっぽい。食ってみる？コロッケ。テレビでおなじみになって何がいいかな。ミンチカツとかある。何が食べたい。コロッケかな、やっぱ定番の。じゃあちょっと持ってて買うから。サニ、いやサニの方が楽しいって。俺いないのかよ。どんな状況だよ。だってデートまでに行く、それはダメだと思う。3人って俺いないのか。140円。はい、いや、コロッケが定番でしょ、やっぱコロッケが定番でしょ、やっぱり。いただきます。揚げたて、熱い。わ、うまい。甘い。うまいわ。うまくない。揚げたて。ふせってとこ。ふせ。うん、揚げたてうまいわ。指輪買ったよ。結構あるね、食べ歩き。うん、
髪も食べそうですね。かがみちゃん怒ってんじゃん俺に。怒んないでよ。あ、ここもある。何これ。お。うん。天ぷら？天ぷらじゃない。あれら、揚げ。チーズないね。チキンはある？チーズない。あ、チーズないんだ。髪食ってないよ。え、指輪しないの？指輪。してるよ。してるよ。びっくりさせないでよ。俺だけ指輪してて、ね、スケロクさんがしてこないって。俺びっくりしたよな。うまかった。うわ、サンドイッチなんかいっぱいあるね。おいしそうなのサンドイッチ持ってる。もう破産すんじゃねえぞ。そんなプレッシャー与えないでくれよ。あ、こっちもなんかありますよ。あ、なんか韓国料理が増えてきた。チヂミ、あ、豚足、豚足売ってる。ここもわー、唐揚げだ。こういうとこの唐揚げうまいからね。唐揚げ、いや、鶴橋じゃない。なんか結構いろいろありますね。なんか鶴橋っぽくなってきたな。焼肉、たこ焼き、大阪でたこ焼きだよ。なにこれ、レバー売ってるかな。生レバー、あ、売ってないわ。どこが束縛してんだよ。今生つないでるかよ。生つないでないでしょ。ちょっとこっちもうないかな。戻った方がいいかな。こっちないんじゃない、もう。戻る、うん、暑くなってきた。日が、今日はね、ちょっとね、スケロクさんの子供の、プレゼントも、おもちゃ買いに来たんで、ちょっとどっかで買わないといけない。川上さんがスケロクとコラボしたいって、ヨッサンと3人で会いたい。いや、3人っていうのが意味わかんないし、なんで俺いないんだよ。俺がいたらまだわかるけど。あ、地球グミ売ってる。地球グミ美味しいの？いや、食べたくないよ。これいくら？高いんじゃない？すいません、これ地球グミって1個いくらですか？地球グミですか？1個いくら？地球グミは背物と骨の間。いくらですか？1個。1個150円です。150円？はい。地球グミは背物と本物あります。これ本物は300円です。これ偽物は150円です。偽物と本物があるんですか？はい。どうしよう、偽物と本物がなって150円違い。偽物で。偽物ですか？はい、偽物にします。味一緒ですか？ちょっと持ってて。偽物怖いかな。偽物って150円。はい。ありがとうございます。偽物だって。これ大丈夫だろうな。偽物らしいよこれ。偽物の地球グミって怖くない？偽物ってなんか変なの入ってんじゃないこれ。
偽物。偽物は美味しくないみたいな。偽物の地球グミ。はい。何？やめて。あ。かかんで。かか。かんで。歯折れる。かかんで。かんでいいよ。出てこないよ。出てくるって。いや出てこない。出てこない。歯が。歯が折れる。うん。ちょっと噛めないよ。なんだこれ。かちょっと待って、偽物噛み切れません。偽物出てこないです。偽物食えません。なんだこれ、マジで出てこない。マジで出てこない。歯が折れるよ。なんだこれ、おいふざけんなよ、食えないぞこれ。ちょっと食えない、マジで食えない、どうしよう。ちょマジで出てこない、どんなに噛んでも。なんだこれ、店員さんメタメタ、あ、そう思ったらそうじゃん、店員さん触ってたじゃん。浮気だ。なんで浮気なんだよこれ、食えないよ硬くて。なんだこれ、出てこねえよ。でもそれカチって出すやつでしょ。え？噛んで出すやつ。いやだからカチって噛んでも出てこないのよ。おかしいだろこれ。150円したのに。なんだよこれ、もうちょっと後回しようか。なんだこれ、歯が折れるマジで。いや、走ってて汚いよ。汚いよ。偽物だから。本物はね、俺食ったことあるんだけど、すぐ出んなよ、ピッて。本物はすぐ出るんだけど。あ、うわー、なんかやだな。開けてくれた。ちょっといただきます。映してて。地球グミいただきます。なんだこれ、おい、ちょっと待って。硬くねえか。こんなんじゃないだろう。ちょっとガムみたいなんだけど、グミじゃねえじゃんこれ、ガムだよ。え、なんだこれ、マジで硬い。なんだこれ、ちょっとガムなんだけど、やばいってこれ。ちょっと待って、食えねえよこれ、グミじゃないよ、ほらグミじゃないって。ダメだこれ、食えない。ケチるからじゃん。もう150円無駄にした。150円損した。食べなもったいない。いや、食えないよ、本当に食えない、これ本当に食えないよ。食うもん、食いもんじゃないよ、ほら食いもんじゃない、ほら粘土みたい。いや、だって粘土だよ。いや、ね、粘土150。いや、マジでゴムゴム。いや、どうちょっとクレーム言ってこようか。ふざけんなよ、これ食いもんじゃねえよ、ありえねえだろ。150円するのにゴムだよ、これひどくない？マジでゴム、なんだこれ。いや食えない食えない、絶対食えない、これゴムだもん、ほらゴム、噛み切れないの、ゴム。ダメだこれ、ちょっと捨てよう。ふざけんなよ、もう150円したのに。いや、しょうがないじゃん、ゴムじゃんこれ、食べ粘土だよ粘土。ゴム、噛み切れない、違う。でとりあえず一回口の中入れよう、味する。うわ、気持ち悪い。なんか化学食品の匂いがする。あ、匂いじゃん、化学。とても体に悪い味が。体に悪い。やばいこれ、やばい、俺変になっちゃうかもしれない。ちょっとこれ捨てよう。いや、これダメだ、マジでダメ。うわ、失敗した。150円、こういうことだよね、ケチったら。本物買えばよかったよ。ケチったらこういうことになるんだよ。150円でゴミ買ったよ、マジで金の無駄。150円無駄にした、ひでえわこれ、二度といかないわ。いや、やばいわこれ、ゴミだよ。普通噛み切れんだよ、グミなんだよ、グミ、グミっていうかゼリーみたいなグミなんだけど、地球グミ、ひでえな。
まともなわけないだろう。食えないんだけど。食えないものを、食えないものはあれだよ、売るなよ。食えないもの、食えないもの売るなよ。本当ちょっと商店街あっちもあるから、ちょっとまともなの食いたいね。まともな気持ち悪い。あー、偽物飾っておくの。食べ物じゃないってこと絶対これ食べ物じゃないよ。ちょっと捨ててくる、うん、やべえなこれ、やべえな。こんな食べないもの売ってんだ。食べれないもの。あ、大学芋だって。なんかいろいろあるね。こ、大学芋売ってます。大学芋。焼き芋。帽子取ってくれませんか。いや、ダメ。恥ずかしい。なんか気分悪くなってきちゃった、今の食ったら。大丈夫？気持ち悪い。帰る？いや、帰らないよ。な、ダメだって。やめてよ。いや、返して。いや、返してって、それはスケロクさんのだけど、今やめてよ。いや、帽子スケロクさんのだけど、今貸しといてよ。ちょっとだ、恥ずかしいって。ゼンちゃんパリパクしてずっと帰ってこないよ。いやいやいや、返せよ。匂い嗅んでみて。どう？臭い。臭い。若干。油の匂いがする。恥ずかしいからかぶって帽子。いや、ダメなんだって帽子。理学しました。あの夕が昨日の夕方のオチで、はい、一部ではあの俺がねちょっと損を抱えてるという心配なさってる方がいましたけど、うん、よしさん川上ちゃんとデートでしょ。あ、川上ちゃんが呼んでるからじゃあ行っていい？ダメだよ、 俺も行かないと。なんで俺も誘わないんだよ。いや、ゼイさんとスケロクちゃんって言うならわかるけど、なんでスケロクちゃんだけなんだよ。川上ちゃん、ゼイさんもスケロク、ゼイさんとスケロクちゃんって言ったらわかるけどさ、ゼイさんからスケロクちゃんをネットで。そうだよね。川上ちゃんがって言ってダメだよ。こっちもなんかあるんじゃない？遠足かな、遠い。本当だ。遠足だ。てっちりだって。うん？ここうまいの？わかんない。どて焼き。どれ、まあ1万円で切りました。飲み屋があるね。飲み屋。いや、だからおもちゃ買いに来たから。おもちゃってあれだぞ。おもちゃってあの子供のおもちゃだぞ。俺がおもちゃ買うとか言ったら、あの、あれだから。みんな、変な想像するから。
買うのってどこで買おうかなっていう。調べたらあそこに売ってるらしい。まあとりあえず食べ、なんか食べた感じするか。全員つってスケロクに対し子供に話すような感じでいつも話してる。どういうこと？スケロクさんに俺が子供みたいに話してるってこと？いいことじゃん。あ、俺が子供っぽいってこと？俺が子供っぽいってこと？ダメだ、パチンコ屋に違う目を映したら。ダメだよ。違う、人聞き悪いこと言わないで。全部見てない。反感謝でだって。いない。客がいないところは出ないから。すごい見てるよ。どういうこと？ダメだよパチンコは。あんなところで打ちたいって思わない。失礼だけど。絶対負ける。俺パチンコね、でもね、全然知らなかったんだけどね、あのあれなんだよ、俺パチンコなんて一切やったことないんだよ。スロットしかやったことなかったんだけど、スケロクちゃんと付き合ってからパチンコ詳しくなった。なんでやめてよ。なんで取るの、やめてよ。いや人のせいじゃなくて、違う、本当にパチンコ俺嫌いだったんだよ。おじさんが打ってるイメージだったから、おじさんとかおばさんが打ってるイメージ。やめな。だからうわー、なんでこんなのやんだろうと思ってたんだけど、でもパチンコの方がやっぱりあの技術いらないからいいの。スロットであの目押しとかしないといけないんで、うん、いやお前もおじさん。いやそうだけど、あれなんか何にもないな。パチンコも技術いる。いらないよねパチンコ技術。何ひねり打ちって、どういうこと？ひねり打ちって。お好み焼き屋だって。あと釘みたいな。釘なんて、釘とか見な、釘とか見たって結局運でしょ。そうなの。じゃあ釘見てます普段？普段は見ないね。見てないでしょ。イベント日とかじゃない。ああ設定は見た方がいい。設定とかないでしょパチンコ。設定はない。パチンコは設定ないんで、スロットだけ。なんかうまそうなとかないんかな。古着屋とかある。これ何、ピザ屋。遊びで売ってるの。遊びで売ってるよ。おー、キムチ鍋セットとか、エビフライ。なんもないの。なんかあるんじゃないの。あっち側だけだったね、いっぱいあるの。たこ焼き、唐揚げ多いな。唐揚げ食いたい。唐揚げはいい。なんか知らないの、ここら辺。あのラーメン屋ある方どこだっけ。
伏せといえばね、俺の好きなラーメン屋があるけど、あっち方面に多分あるんだよ、食べ物屋。サイレンの敵みたいなおばあさんと。てかポケモン欲しいね俺、うん、ポケモンやりたい。ポケモン面白そう、うん、こっち行ってみよう。いやここ西成じゃないから、うん、西成じゃないから。こっちかな。伏せですね、ここ伏せ。東大阪のもうあれだよ、伏せは有名だよ。まあ、あの東京でいうと立川みたいな感じ、東京でいうと立川みたいな駅だな、まさに。まあ立川より良くないか、立川より錆びれてるか、映画館とかないし。ポケモン面白そうだった。いや西成行く予定ないですね今日。川上さんとよっさんがデートらしいんだよ。邪魔したくない。本当は俺も西成はちょっと行きたいとこあったんですけど。でも夜暇だよ。何が夜暇だよ。仕事はちょっと大変。夜暇だよじゃないよ。夜行かないでいいよ。うんて。こっち側にある。3P って書いてある。うん P って言うんです。 3P。 何食べたい？ラーメン、いやーラーメンばっかだとね、みんながまたラーメンかよって言うからね。3P も NG、 ふわっち厳しいから。何でも NG で、何でも NG。でもなんかないかな、ラーメン以外あんのかな。逆に伏せといえばラーメンだろ。いやうまい店ね、まあ俺知ってんだけど、伏せのラーメンうまいんだけど、またラーメンかよって言われそうなんでね、みんなに。混んでると配信できないでしょ。ああ、まあそうだけど。美味しいもの食べに行け。いや美味しいものがどこにあるか分かんないんです。だってこの辺住んでる。いやこの辺住んでるけど、俺ラーメンしか食ってないから、ラーメンしか食わないから。15時やってるとこ少なくなる。いや、多分ここら辺あるんじゃない。さっきチェリーの飲み物を、あー、先プレゼント見る。うん、ちょっと先、子供のおもちゃ見ます。
ラーメンマン。あ、レンちゃん、じゃああれ食べたい。え何、え、ちょっと待って、いや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 、これ見える？泳いでフグって書いてる。ちょっとねえ、あ、4時からだって。あ、いけないね、残念。やってない、4時からだって。レンちゃんの心の声、助かった。いや、別に、すいません、やってないですね、残念ながら。残念ながらやってません。いや、おもちゃ買うよ。え、あれやってたらじゃあ税金ってくれる？え？いや、うん、いや、なんか、まあ、まあ、メニューあるんじゃないですかね。あ？いや、ちょっと、だから、まあ、どれ食うかわかんないけど、とりあえずちょっとおもちゃ見ます。おもちゃちょっと中入ります。おもちゃ、いや、吉さん川上ちゃんと会うて、いやいや、なんでそこのは、デートの邪魔良くないよ。いや、俺も思う。だって、スケロクがヨシさんと会うんだったら二人っきりの方がいい。うん、え、え、何言ってんの。え、だから邪魔が良くない。ああ、いや、飯食っただけで解散になんないよ、飲んじゃうよ多分。違う違う違う、あの、もうすぐあのスケロクちゃんの子供の誕生日だからおもちゃ買うの。去年はアンパンマンのクレーンのおもちゃあげたんだけど、ちょっとあのアンパンマンはもう興味ないらしいんで、今年は違うのを買います。スイッチって俺が欲しいわ、スイッチだったら。俺が欲しいわ一番、スイッチ。ポケモンやりたいよ。一緒にやりたい。いや、ポケモン絶対面白いよ今回の。いや、 PS5 なんていらないだろ、全然やるゲームないだろ。ゼンちゃんをボコボコにしたい。何を？俺ポケモン強いよ、ポケモン強いよ。個体値、え、今回あんの個体値とかあるの？みんな、あの、今回のポケモン個体値とかあるんですか？厳選とか。どこだろう。あ、これじゃない、上じゃない。個体値とかあるの今回ポケモン。ポケモン買ってやればいいんじゃない。いや、スケロクちゃんスイッチ持ってんもん。こっちかな。
いやスイッチ俺が欲しいよ。いらないじゃん。何でも作れる。どういうこと？あ、メタモン、メタモンね。あ、売ってんじゃん。バイオレッツ。俺もバイオレットがいい。なんで？あ、マリオ。何買おうかな。あ、車とか。おお、でかいな。これが好きなの？これ全部？チェーンソーマンみたいなの。何がいいと思う？トミカ？どうしよう。何がいいだろう。なんだこれ。EV 売ってるよ。 EV ピカチュウ売ってる。サッカーボールとか絶対いらんだろう。サッカーボールとか絶対いらないでしょ。恐竜。あ、恐竜ね。これ好きなの。どれがいいかな。レゴ。レゴ。レゴダメじゃない。アンパンマン。どれがいいだろう。どれがいいと思う。それ？いや、レゴ高いとかそういう問題じゃない。わかんない。恐竜。カブトムシ欲しがってたから。カブトムシ俺じゃん。予算。ダメだろ。トミカ。トミカかぶんない？これは。戦隊ものでいいんじゃない？最低8%。30もしないの？8個出たら100円とそんぐらいじゃん。あ、じゃあ1回200円や。何？
どれが喜ぶ？これベルトじゃない？ベルト？違うんじゃない？あ、ベルトか。変身ベルトだって。でも付属買わないと。え？付属？何付属って？付属とかあんの今のおもちゃ。あるでしょ。なんだ付属って付属何付属ってこんなんだよ。あ、どれがいいの。これ何これ喜ぶ。10持ってる。どうしよう。センス。もうセンスないからな。センスないからな。迷うな。レゴにする。レゴなんかいらんか。どうしようかな。この中だったらどうだ。これ、でかいな。これにするか。じゃあだって これだけじゃダメなんでしょう。これ店員さん呼んで。ああ、そっちでもあんのか。
あ、ポケモンじゃん。ポケモン好き？車もある。トミカ。トミカだって。ベルトが。ベルトがトミカ？店員さんいないじゃん。ちょっと待ってくださいって。変身ベルト買おうか迷ってる。変身ベルト、仮面ライダー、仮面ライダーギーツ、ギーツ何ギーツって。すいません、このおもちゃって付属品必要なんですかね、はい、このまんまだけでも使う、あの、そうです、こちらはセットになってるのが他にいらないってことですね。バックルが一つついてます。なのでこの違うバックルにつける、なるほどね、一つはセットになってます。あ、一つ入ってるってことですね。そうですね、これですね、あのベルトとバックルが一つ入ってます。なるほど、はい、分かりました、はい、ありがとうございます。すいません、はい、なるほどね。え、何が好きなの一番、戦隊、あの、何色が好きなの。赤、ピンク、多分黄色の一つ。ギーツのパクリ言われてる、あ、ガンツのパクリ言われてるし、どっちがいいと思う、トミカと。どれがいいんだ、トミカか。もうこういうの、あの、選ぶの不得意だからね。ニーツはライダーで最近出たゾンビ、桃太郎。何桃太郎って。宝石ありがとう。ちなみにベルトある前に、ある前に買いや。ベルトでも1個しかねえわ。ベルト1個しかないわ。ラス1だベルト。ラス1だベルト。え、これも買った方がいいってこと？ベルトだったら。2つ？こっち？どっちが好きなの？これ持って、これ買った方がいいの。じゃあベルトにします。ドンブラーズの桃太郎だよ。何それ。どん、そうって早く教えてよ。いや違う、それは持ってるんだよ。 これのベルトだってないの。これ持ってるんだよ。持ってんの、うん、じゃあダメじゃん。
じゃあこれいらないって言うかもしれない。仮面ライダーいらないかもしれないじゃん。いや仮面ライダーはだからあれだってデバイスが好きなんだ。これデバイスじゃないじゃん、ギーツじゃん。新しいやつでしょ。だから興味ないかもしれないギーツじゃ興味ないかもしれないじゃん。ダメだよ、電王じゃないでしょこれ。ギーツってなんか知らないもん。これ多分知らないよこんなの。ダメだよ、新しいやつじゃないのこれ。ダメだこれ。じゃあ違うのだ。これでギーツとかいうわけわかんない仮面ライダーだもん。これ多分知らないよ、多分知ってるやつじゃないと。桃太郎は桃太郎だって被っちゃうんでしょ。じゃあ桃太郎の違うやつでいいじゃん。これはどれが持ってるの？このこれは剣は？この銃は？えだから銃持ってる。剣は持ってないの？剣は持ってない。じゃあ剣にする？剣にする？あでも剣だと被っちゃうかもしれない。参ったな。これ何？ベーゴマみたいな。ベーゴマ。ベーゴマ。これでも持ってんじゃない？あでもあるよ。これ何なの？喜ぶそう。でかいな。こっちは違うの？いや一緒だよ。え？微妙に違くない？キャラが違うの。どっちが好きなの？どっちも一緒なんだね。これちょっと皆さん戦隊も詳しい人いる？デラックストラドラゴン人とデラックスドンゼンカイオー、どっちがいいの？あ違うな、どっちも違うな。ドン鬼タイ人、ドンドラゴン人。いや知らないかもしれないギーツってなんだこれと言われたら嫌だよ。なんだこれとか言われたら。これいくらなの？これは8220。違う、ドン鬼退陣だから違うよ、これじゃないよ。あこれだ。あでもこれにする。ドン鬼退陣、鬼退陣、宝石あれる。ドン鬼退陣にしようかな。ドン鬼退陣めっちゃかっこいいよ。めちゃくちゃ強そう。やばいぞこれ。え、これちょっと まさかまたこれ付属品必要なのか。これだね。なんだこれだけじゃダメなのかよ。おもちゃってなんで、あ、ついてんじゃない？ちょっともう一回呼ぼう。いや、ついてんじゃないこれ。あ、ついてるんだって。さすがに。これでいい。結構これすごいよ。おもちゃ高いね。でもこれもらったら相当でかすごいよこれ。これめちゃくちゃいいやつ。ゲート中、柴田さんの。いや、どっちが喜ぶと思う？デラックス、あ、ドン鬼退陣。ドン鬼退陣って知ってる？いや、桃太郎だから知ってるでしょ。トムとかが鳴るやつの方が喜ぶと思うけど、鳴るの？鳴らないでしょ、これ。
音鳴らないでしょ。でっかいだけだよ。トミカにする？ラジコン。ラジコン？ジープ。ラジコン喜ぶんじゃない？ラジコン。あ、これ喜べそう。これ絶対喜ぶんじゃない？空飛ぶドラえもん、やばくない？これいいんじゃない？空飛ぶドラえもん、やばい。俺もよく興味ある。これにしようか。いや、これ絶対喜ぶよ。あの変なでかい、あのあれもやるよ。あれより動かないもん、あれ。あのね、小さい子供もね、俺はね、多分動きある方が喜ぶと思うんだよ。動きある方が喜ぶと思う。これでいいと思う？え、ダメなの？いやいや、いいんだ。かぶんないよね。かぶんない。やだ。いや、いいと思う。空飛ぶドラえもん、すごい。上昇、下降、微速前進機能、左回転、右回転、高度センサー搭載。すげえよこれ。安定飛行ができるジャイロセンサー搭載。とんでもない。室内限定だって。これでいいと思う？それでいいと思うなら、それでいい、いいでしょ。スケロクさんがなんか不満そうだな。いや、違う、あの、当てられたら難しそうだな。いや、それはなんとか犠牲になっても。危ないってこと？これ危ないかな？危なくないじゃない？でもこれ怪我はしないでしょ。あ、言ってなかった。いや、室内限定らしい、これ。室内だけだって。すぐ飽きるって。いや、戦隊ものの方が飽きると思うけどな、でかいやつ。あ、何それ、ポケモン。これわかるか。難しそうだよ。わかる？難しそうだよ。ん？俺のも難しいよ。やめてよ。それは去年と被るな。どれ？去年、いや、だから去年アンパンマンのクレーンおもちゃ、今年は空飛ぶドラえもんかなと思うんですけど。空飛ぶドラえもん、男の子。どれ？え、これやめて。これと、どれが好き？これ？この2体が好きなの？持ってないの？
これが一番いいんちゃう？これにするも空飛ぶドラえもんとパウパトロールの車2台これにします。川上ちゃんからお誘いが来た。え？どういうこと？欲しいって。 FC2? 来て欲しい。来て欲しい。いやダメだよ。いや俺も行かないと。値段変わんないからこっちを買う。ん？値段変わんないからこっちを買う。これ？こっち？どれ？トミカの、え、これ車ついてんの？ついてる。トミカでもいっぱい持ってんでしょ？トミカの車。いや、え、トミカかぶんない？かぶんのは新幹線。これ？じゃあトミカってどれ？これ？あ、ありがとうございます。クリスマス付属品あるやつでもいいや。ありがとう。じゃあベルトだけにして付属品をあれってこと？クリスマスにすればいい。あーね、あベルト買うか。じゃあそうだな。じゃあちょっとこれやめるか。ベルトかでも、あ違うわ、ベルト買ってじゃねえわ。これ知らないんだわ。だからギーツって知らないのよ。ギーツって多分新しいやつだからこれ知らないんだよ。知ってるかな。これ仮面ライダーギーツって喜ぶ？いや新しすぎて知らないと思うんだけど。ギーツ俺も知らないよ。何これ絶対いらないでしょ。空気砲。じゃあ空飛ぶドラえもんとそれにする？あーありがとうございます。そうしたら嫌でもクリスマスで付き合っていられるよ。じゃあもうギーツにしよう。知らないけど。こんにちは、ガチャのせ。ギーツにしようか。でも心配なのは知らないんじゃないかなって。これ知ってるかな。仮面ライダーギーツ知ってる？ベルト今のやつよ。これ一番新しいんだよ。喜ぶ？俺喜ばないと嫌なんだけど。仮面ライダー好きなの？じゃあこれでいいじゃん。じゃあベルトにするわ。みんな変身ベルト光る、鳴るらしいし、音鳴るし。じゃあこれにします。当社指定ブランドので付属品をクリスマスで買う。電子マネーオンでお支払いいただきますと、わかるかな。ボーナスポイントの基本の30倍。これ誕生日プレゼントなんでラッピングしてもらえますか。21から24の6日間イオン直営売り場におきまして、イオンマークのついたカードをプレゼントから、またはイオンペイのお支払いでポイントを基本の10倍申請いたします。お前の分の技術は買わない。いや、いや、いらないよ。お買い求めは本日はその一番お得です。お買い忘れございませんよ。いっぱい化粧品売り場へお立ち寄りお買い回りください。これ電池って入ってます？電池ね、別売りになります。何ですかね、何電池？11月18日から24日の7日間、カウンセリング化粧品を除きます。化粧品単4？日用品単4？家電、ペット用品単4ってどれ？デミオーツの対象品を合計税込み34って小さいやつ。お買い物クーポン券150円分を2枚プレゼントする企画も同時開催中でございます。はい、一緒に。この機会にぜひ化粧品や薬品一応音なんないと意味ないからね。お立ち寄りお買い回りくださいませ。本日も音が鳴ってか鳴ってのベルトだから本当にありがとうございます。どうぞ店内ごゆっくりとお買い物を楽しみくださいませ。
これで。あ、持ってないです。電池入れた。はい。いや電池買ったよ。これ喜ぶかな。喜ぶと思う。137円のお返しでございます、はい、いやいいだろ、付属品高いからね結構。はい、木下です。トラトルのドラえもんを買えばいいのか、クリスマス。はい、はい、何分ぐらいかかります？結構かかります。5分。はい、よし、これで買いました。変身ベルト、これで喜んでくれると思います。いいよね、かなり変身ベルト。変身ベルト、え、ああ、いや、ついてるから、あのセット1個ついてるから。いや人気なんじゃない、ベルト。最後の1個だよ、ベルト。うん、あ、はい、早いな。あ、袋ってないですかね。袋ってないですかね。袋にちょっと別売りなんですけど。あ、いいですよ、はい、はい、いくらでしょうか。中身で入ってます。こちらでしたら、そう、5円。はい、じゃあこれで、はい、いいです。人形いらないでしょ。はい、ご隠居さんも西田に。いや1000万じゃない、これ16万。はい、うわー、買いましたよ。喜ぶかな。ベルト買ったよ、戦隊ものの。心配なのがこれ、あのなんか仮面ライダーに変身とか言って俺をね、怪物かなんかと勘違いして殴ったりしないかな。お前怪物だとか言って、敵役にならんとあかん。今日はね、プレゼントもね、
いや、1600万じゃない。16万ね。いいかい？結局ベルトかよ。いや、音鳴るし一番喜ぶかなと思って、あのでっかいの、でっかいなんかあの合体ロボみたいのにしようと思ったんだけど、でも でっかいだけで飽きるかなと思って。誰に思ってかったのって、ケロクちゃんの子供誕生日なんで、もうすぐ。去年はアンパンマンのクレーン買ったんだけど破壊されたね、1日で破壊された。いや、まだ早かったよ。何が？あ、遊び方がやった。あ、そうだね。うわ、めっちゃうまそう。西成アイリン名物大トロ。うわ、絶対うまいじゃんこれ。やってないよ、西成の大トロ。西成じゃないけどね、ここは。お腹すいた、うん、何食べたい？あ、俺の好きなラーメン屋がある。俺の好きなラーメン屋、一押しの。何食べる？いや、ラーメン以外でもいいよ。ラーメン以外でいいよ。わかんねえな、ここら辺何があるんだろう。ラーメンをおすすめ。ちょっとググらないとわからない。でもないですね、あんまり。ラーメン詳しいからって。初や。天下一品あるぞ。あ、ラーメンか。天下一品もラーメン。いや、こっち何もないだろう。あの中にレストラン街なかったの？どうしよう。何食べよう。それからご飯っていうか、俺食べてないからね。するかな。あ、スケロクちゃんが好きなココイチあるよ。そういえばココイチ。いや、ココイチ高いよ。ココイチうまいじゃん。今柿カレーあるからね。ココイチ行く？いや、地味に高いって、うん、いや、俺ココイチ食いたかったんだよ、そういえば。ココイチ行くか。いや、普通に食わしてよ。
あれこっちかな。いや、たまにのデートなんだからって言うけど、ないのよ、ここらへん。全然ないのよ。全然ないのよ。ココイチ、高級カレーだよ。高級カレー店。ね、チーズ400円もするからね。包装抜きでもいいんだよって。包装終わる？ラーメン屋でもいい。ラーメン屋？いやラーメン屋。ラーメン屋？ラーメンとカレーどっちがいい？全ちゃんが食べたい。いや、ココイチ行こうとしてんだけど、ダメかな。ココイチダメっすかね、みんな。カレーの気分じゃない？うん、なんでもいい。なんでもいいんだって。いや、二択以外でもいいよ。二択以外でも。でも放送できないけど、なんか寿司あったな、回転寿司。なんかあそこ。ああ、あれ、あれまずい？高い。高いの？え、でもあれ普通の回転寿司じゃないの？でも普通は普通だけど、結構高い。そうなの。1600万じゃないよ。ココイチ放送できるかな。ココイチカキフライ食う？カキフライカレー、うまいよ。いや、前できたけど、でもないんだよ、他に。他にないからね。え、回転寿司の方がいい？いや、いい。でも回転寿司多分放送できないだ、確実に。回転寿司は放送できない。すいません、2人なんですけど、あの自分の顔とカレーだけ動画で映したいんですけど、平気ですかね？ダメですかね？他のお客さん映さないんですけど、ちょっと動画です。はい、動画、生放送なんですけど、隅っこでもいいんですけど。誰もいないけどね。あ、あの動画で自分の顔とカレーだけ映したいんですけど、ダメですかね？
ダメだったらいいんですけど。基本的には、はい、例えば、はい、お店に有名人の方が、YouTuber の方が、はい、まあ、テレビ出てる方が、はい、撮られて、はい、映像を撮りたいってなった時に、はい、お店では許可は出せないんですよ。あ、そうなんですか。本部に申請をしなきゃいけなくなるので。じゃあダメってことですか。基本的には、ね、勝手にこ例えばこうやって食べられながら、はい、なんかこう、なんていうんですかね、はい、インスタライブとかをやっていらっしゃる方もいますけど、はい、勝手に勝手に、いや勝手にやったらちょっとあれだと思ったんでちょっと言ったんですけど、勝手にやったらいいんですかね。本当どういうんですかね、どこの店舗っていうふうに分からなければおそらくそこまで問題にはならない。じゃあ勝手にやっていいんですかね。問題にはならない。あ、分かりました、はい、じゃあいいですか、食べても。なので基本的にお客様がされていることに、ああなるほど、言わなきゃよかったってことですね。そうなんですよ。ちょっとで礼儀正しく言ってしまいました。言われない方がもう大変。ああそうなんですか。はい、俺ちょっと常識人なんで言っちゃいました。すみません。言われない方が大変。まあとりあえず隅っこにじゃあ。常識人だから言っちゃったよ。言わないでやってるんだってみんな。ああそうですよね。俺礼儀正しいんで言っちゃいました。許可取らなくていいんだって。そうなんだ。勝手にやってくれというね。あー、ありがとうございます。西成行っていい？え？ちょっと食欲なくすよ。どういうこと？ナスケオクサイム。何しに行くの西成？だから川上ちゃんに呼ばれ。川上ちゃんに何呼ばれてんの？呼ばれた。俺は？お誘ってくれて。いやちょっと待って、俺は？呼ばれてない。いやおかしいよ川上ちゃん。うん、川上ちゃんおかしいよ。なんで俺を呼ばないんだよ。川上ちゃんがいるから。いやいや、間にいるからじゃなくて、そこに俺は呼ばないといけないでしょう、ね、3人だから。川上いるなら安心。行きたいの？ゼンちゃんがダメっていうの。いや川上ちゃんまあいるならまだいいけど、そこまでして行く意味あるか。まあ行きたいならね、あれだけど、まあ川上ちゃんいるならまあ最初から最後までいるならね、まあ川上ちゃんを信じていいですけど。いや川上ちゃんが最初から最後までいるなら別にまあいいの。分かんないって。分かんないんじゃね。あれカキフライカレーないの。いやだって川上ちゃんが私がいるんで安心ですって言ってたよ。あんだけ俺に言うってことは、うん、安心なんじゃない。あ、これか。全員ちゃんち？いや見てない。ツイッターなんて書いてあったの？ちょっと待って。川上ちゃんが俺のアンチってなんて書いてあったの？みんな教えて。川上ちゃんが俺の悪口書いてたのツイッターで。それはちょっと聞き捨てならないよ。ちょっと教えて、なんて書いてあったか。それによっては許可を出すか出さないか決めるから。なんて書いてあったの俺のこと。
送り込んないイコール違うよ。いや、別にそれ本当じゃん。悪口でもなんでもない。何食べる？選んでいい？何も書いてない。じゃあアンチじゃねえ。嘘をつかれてるって何度も配信に言われてる。まあ本当らしいな。嘘ついちゃったしね。柿フライカレー。一緒だ。一緒？普通でいいの？チーズ入れなくていいの？チーズじゃあ入れる。もうなんかあれ？タルタルソースついてるやつだったの。何買ったのって。いや、めちゃくちゃいいやつ買ったよ。見てよ、このデカさ。これじゃない？あ、そうそうそう。ラーメンフェスは行かないの？いや、みんな行ってるからやめました。今日ちょっと本当はね、俺もちょっと大阪城でね、今ラーメンフェスやってて、スケロクちゃんと行こうかなと思ったんですけど、配信者多いんで嫌だなと。すいません。ん？スケボーさんはこれいる？うん。カキフライカレー2つで。カキフライカレー2つ。これなんかあれですよね、半熟卵タルタルソースついてるやつってなかったでしたっけ？ございます。あ、それを2つで。ゼラ2つ。でチーズトッピング2つ。チーズトッピング。なんかあれですか、ハーフチーズとかありましたっけ？ございます。じゃあハーフチーズ2つつけてください。2つともハーフチーズ。はい。で。はい、1個ライス、350で。片方は350で。はい。一個普通で。はい。辛さ普通で。両方とも辛さ普通です。はは。甘口でもできるよ。あ、いや、あ、甘口で。一個甘口で。普通のサイズの方は甘口ですね。はい。以上でよろしいですか。はい。カレーのプロみたいでしょ、うん、頼み方が常連みたいな頼み方でしょ。え、拗ねてんの？スケドクちゃん。なんで？わかんない、拗ねちゃって言うのか。なんでもかんでも言わないでよ。拗ねたり、拗ねる要素がどこにあるんだよ。見てこれ、でもすごいでしょこれ。喜ぶかな、変身ベルト。いや、開けたらダメだろ。モブゴリって何？モブゴリはツイキャスのなんか店だ。モブゴリ知らない？モブゴリって知らない。いや、チーズね、俺ね、いつもチーズにするんだけど、なんか多すぎてね、気持ち悪くなっちゃうんだよね。え、チーズいらなかったの？スケロクちゃん、チーズ好きだよ。生かしてあげなよって。行きたいの？
や俺はもう別にどっちでもいいよ。もう川上ちゃんいるならね。そんなに川上さんとスケロクさんが親しかったっけ。いや、多分親しくないね。ヨッサンが嫌がる。ああ、だからカレー遅いねって。いや、今頼んだばっかだ、ね、いやだからヨッサンが嫌がると思う。ああ、ヨッサンが嫌がる。ヨッサンは二人きりがいいもんね。どっちとも、うんうん、そういうことだよ。そういうこと。そうそうそう、だからヨッサンが嫌がると思うから、うん、そうかな。リオさんに呼ばれたわけじゃないから。まあね、指輪をつけてる。眠たそう。眠たかない。指輪いい。でお腹空いた。お腹空いてるんだよ。いや、俺行かないもん。3人だったら行かないよ俺。だって川上ちゃんがあんなにね、俺のことを邪魔者扱いしてるんだから行くわけないじゃん。俺も頭きちゃって全員3もって言ったらさね、俺もノーノーと言ってたけど、3人でって言ったからね、俺は省いてんのよ。だからもう頭きちゃって行かないよ今から。呼ばれ川上ちゃんがよくても、予算が、いや予算は分かんないけど、俺がね、今呼ばれても行かないよ。全員さん来てくださいよとか言うてももう行かない。俺へそ曲がると行かないから、もう行かない。てか予算2人きりがいいんじゃない？だからそう言ってるやん、うん、多分予算がかわいそうだよ、うん、逆に。予算がまだ言ってたらわかるけど、川上ちゃんが勝手に呼んでるとしたらちょっとかわいそうだよ予算は。介護要員、いや介護要員って眠いの？オムカレーとかあったんだろう。
上げてるからね、上げてるから時間かかる。声かわいい人は誰ですか？俺ですか？どっちのこと？どっちのこと？俺のこと？声かわいいって。左って俺だよね。あれなんか Wi-Fi 入ってるんだけど、勝手に。え、これ今みんな見えてる？みんな放送見れてる？今放送見れてる？勝手に Wi-Fi 入ってるの、これ。勝手に au の Wi-Fi ついてる。どうした？いや、なくてもない。何があって？いや、映せよって。いや、席があれなんだもん、バラバラなんだもん。映ってよ、だって広角俺、ちょっと今忘れちゃって。今度からね、俺ね、ここのココイチ来たら勝手に放送しよう。許可取らないで。許可取らない方がいいらしいから。でもね、配信だとね、許可取らないと運営がうるさいからね。だから一応取らないといけないんだけど、無許可とか言われるから。無許可とか、そうそう、厳しいんだよ今。ルールは守れ。いや、ルール守ってますよ。いや、カレーまだですね。またカレーって久々だよね、ココイチ。上々なんだ。